はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらイベルカーナとノルザ組み合わせて裏しらやっていこうと思います。はい、イベルカーナにノルザ継承で軽く出せる武器として水泥強武器のノルザ武器つけてます。マシンキラーを4突、そして天妻ガチですね。7コンボ強化超覚醒つけてます。 HP 潜在つけてあげてミッキー装備つけてます。なんと HP 16,197、これが与える影響は後で見ましょう。そして、坂田金時孫悟空衣装ですね。こちらは毒耐性とお邪魔耐性持っていて、なおかつ L 字化粧も持っているこの武器つけてます。はい。イレイザーヘッドのやつですね。はい。でもこれはね、普通にまあ溜まらないようにしたいんですが、多分溜まるんで、消せないドロップ回復で使っていきます。で、オロチで、鳴神装備継承で、吸収無効対策です。遅延振ってあげてます。まあ、初手のね、スキルブース用として無理やり入れてるんで、あんまりおすすめはできないかな。おすすめはこの天津ってキャラを外してあげることをおすすめします。ノルザ、豊臣装備継承で暗闇耐性です。そしてノルザ、ホロホロ装備継承で軽く出していきます。超覚醒、HP プラスバッチで、裏しらやっていこうと思います。行きましょう。まずは1階層からですね、オロチ貯めていきます。はい。2ターンの場合は必ず1回回復の5化粧を入れる必要があります。1ターンの場合は普通にオロチ使ってあげれば OK です。今回2ターンなんで1回回復 L 字入れてあげて、こっちの方が簡単なんですけどね、逆に言えば。はい。で、これでスキルダメ。あとはオロチ打つだけですね。オロチ打ってあげて、スキルダメしていきます。1コンボしていけば OK なんでね、1コンボだけ頑張ってください。カット。OK、じゃあここでノルザ打ちます。サブはね打たなくて OK です。溜まっててもね、必ず打たずに突破してください。でこんな感じで、はい、突破していきます。まあサブはね、逆に言えばね、ここで打たないので悪魔キラー3突しています。ちなみにこのノルザ悪魔キラー3突ないとナイトメア階層倒せないんで注意してください。2階層パズル教室頑張ってください。 OK、 でパズル教室頑張ってもらえれば突破できます。で続きまして3階層溜まってるノルザ打ちます。これでね、光が来ても木が来ても対策ができます。この遠征ね、追い打ちは自力で組む必要がありますので、追い打ちだけ忘れないように注意してください。万が一ここで27の3とかいうゴミ盤面引いたら、その時はツイッターに上げて拡散してください。はい。まあ多分追い打ち組めると思うんでね、こんな感じで追い打ち組みながらイベルカーナのマシンキラー4突の火力で倒していきます。カーナのマシンキラー4突は完全に道中用ですね。ボスの火力に関しては腕足りてるんですけど、道中の安定感増やしたかったんで、道中用としてつけてます。かなり安定感っていう手なんでおすすめです。はい。で1コンボしてから普通にノルザ使って倒していきましょう。よいしょ。 OK。 でここはよいしょ、こんな感じかな。回復の、まあ、5消し入れながら、とりあえず左右倒していきます。なんか軽く足りるんで、こんな感じで倒せると思います。で、あとは数ターン耐久してから、よいしょ、残ってるスキル打ってあげて倒していきましょう。いきます。よいしょ。OK、こんな感じかな。回復の5消し入れながらぶっ倒していきましょう。イベルカーナの火力が本当に高いので、とにかくカーナの火力でぶっ倒せます。はい、とにかくカーナが強い。これ水6個あったら確かギリワンチャン突破狙えたんで、突破狙っていきます。それに突破できなくてもまあ大した問題はありません、別にね。そりゃそうだよね。こんな感じかな。一応まあこれで落ち込ん狙いながら9コンボ組んでいきます。さあどうだ、来ない、さすがに。いやでも倒していく、強い。で続きまして6階層デネボラは2回殴ってあげるだけ。もう1体の方ね、99% 秒で削れるんですけど、その後ね、自力で殴っても無効感組めれば倒せるんで、できればイベルカーナエンハンス残せれば次楽ですね。残せなかったとしても、まあ、次耐久できるんでどっちでもいいです。ここ 5% は一瞬で削れるんで、 5% 軽く削ってあげてください。まあ、非属性貴属性どう見てもいないんでね、何の問題もなく倒せます。はい。でもう一発殴ってあげてぶっ倒していきましょう。お邪魔耐性だけこの編成積んでないんでね、注意してください。この編成お邪魔捨てです。お邪魔対策もできなくもないんだけどね、やっぱ火力欲しいんですよね。火力優先であくまでお邪魔耐性は捨てました。さらにボス火力イベルカーナだけなんで結構やばいです。はい。で OK、 続きまして7階層、ここでイベルカーナ打っていきます。ここカーナ打ってあげて火力出して突破していきましょう。オッケー。イベルカーナ3倍エンハンスに上がってるんでね、これでさらに安定感も増えてると思います。なんか余裕で完走できそうだけどな、イベルカーナは。ドロキョこんな感じで含んであげれば全然普通に倒せそう。攻撃力もね、このパーティーめちゃめちゃ高いんですよね。 20×22 で440倍なんで、こんな感じで余裕で完走できますね。21直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 って感じでめちゃめちゃ強いです。
で、ここ決済ドロップ回復なんですけど、坂田金時打ってあげようと思います。はい、まあこっちだったら別になくてもいけんだけどね。昨日ってやつが来た場合は特にめんどくさくて水が消せないので、まあなのでここでしっかりと決済ドロップ回復からの突破を狙っていきます。万が一坂田金時溜まってなくても絶対にミッキーはあると思うんで打ってもらえれば OK です。はい、まあ溜まってないなんてことありえないけどね。うん、で続きまして9回走、ラッキー、こっちめんどくせえんだよな。はい、もうこのチェーンは仕方ないです。でノルザ打ってあげて回復5個あるのでありがたくコンボ組んでいきましょう。ここでね回復5とかないとさ全然火力出せなくてマジでめんどくさいんだよな。できればこういう階層はマジで欠損してほしくない。でまあこのカーナの火力なら当然なんだけどね、関数ダメージなんで普通に倒していきます。はい、ナイス。ただこの編成出るのが80億なんでメノアは2パンできないんだよね。なので姫ノアはちょっと怖いかもって感じで、ここはスキルないんでまず1ターンちょっと適当に耐久してあげて、はい、こんな感じかな。回復にして7万6000回復するのね、強いね。OK、ノルザ打ちます。危ないな、爆弾怖っ、危な、本当にいろいろ危ない。こいつは確かめちゃめちゃ硬いんで、これ落としになってる、なってねえじゃん落としにしたくてめっちゃ考えてくるのに落としになってない。あ、でもなんか落ち込んで消えたわ、ナイス。 OK、 めっちゃ硬いんでしっかりと火力出して倒していきます。11回走、出たよこっちめんどくさい方。もう一体の方はめんどくさくない方、こっちめんどくさい方、マジでめんどくさい。ここ水の無効貫通2回で倒します。いやだるいけどカット。 OK、 無効貫2回組んで倒していきました。まあめんどくさいだけなんでカットしました。でここはねちょっと左側の先に削ることをおすすめします。左側めちゃめちゃ硬いんで、オロチどうせダメ直すんでね、その間に左側ちょっと必ず削っておきましょう。意外とワンパン狙いに行くと倒せなかったりします。もし万が一倒せなかった場合当然罪なので、必ず左側削りに行ってください。先に倒しておくぐらいがもういい気持ちですね、完全に。はい、そうすれば安心なんでね。 OK、 で前中テレビ打ってあげて急所向こう打ちます。あ、溜まってない。いやでも言うてオロチは打てるね。これ何コンボ面か見ていいですか。 1,2,3,4,5,6,7 コンボか。まあ言うて7コンボ組めれば火力は出るので、まあ、いいでしょう。コンボ組みます。多分こいつなら全然普通に倒せると思うんだよな。こいつめっちゃ柔らかいから、やばすぎマジで一瞬ドキッとした今。あの皆さんはパズルミスは本当に注意しましょう。で13回走、まあ、そもそもねスキル溜まってない時にあんま無理して突破しようとしないでください。でここはもうねイベルカーナ打つぐらいの気持ちが本当はいいんだけど、イベルカーナないのでとにかく削っていきます。5ターン後当然発狂なんでとにかく削ります。もちろんアマツ打って OK です。とにかく削ってください。ひたすらに火力出してもうただただ殴り続ける感じ。こんな感じかな。もうひたすら殴ってあげてください。ここは1ターンたりとも手を緩めずにマジで。これってこんなもんなんで4ターン以内に必ずぶっ倒しに行きましょう。これ半分超えてからがようやくスタートラインなんで、半分超えるまで遊びです。はっきり言って遊びっすよこの関係は。もう絶対何が何でもぶっ倒す、本当にそれが大事。よいしょ、命がけで殴りに行ってください。はい、無効貫通組めなかった場合どんなもんなんだろう、ちょっとわかんないんだけど一回やってみよっか。いやきついね、無効貫通ないとダメだね。やっぱりできれば無効貫通の火力で削っていくべき。 OK、 まあ無効貫通なくても意外と削れたね後半は。で削り切っていきます。さらにもう一回カット、ここ3ターン耐久です。余裕で耐久できます。 OK、 3ターン耐久して倒していきます。なんかカットばっかりな。15回走、お、来ましたね。ここ、無効貫通一回ね、組んであげて、木以外全部倒してください。で、木はね、もちろん耐久できるんでね、殴り合いで突破できます。ただ本当に大事なのが、木以外は倒さないと負けちゃうので、必ず木以外をまずは倒すことを目標に削ってください。ここでノルザの悪魔キラー、三突が大事になります。これがないとね、ここは倒せないんで注意してください。こんな感じでサクッと、他の奴らを抜けます。
で、木だけめちゃめちゃ硬いんで、まあ、当たり前なんですけど、こいつの実質 HP とんでもないことになってるんで、ここはもうひたすらに殴る。まあ、とにかく耐久はできるんですよ。そう。一回食らってみるとこ見てほしいんですけど。大体これでね、こんぐらい削れて7万ぐらいかな。もう全然食らえません。もうリダーフェレンのね、イベルカーノルザで、もうこんだけ軽減張ってれば、そりゃ死なないっすわ。35% と 35% だからね、軽減。60% ぐらい軽減してるからね。まあ、軽減じゃないしね、大事。もはや。そう。なんで普通に軽減できるんで、軽減してから突破しに行ってください。じゃあ、カット。オッケー、無効貫通で突破していきました。で、16階層。ラファエラこんな感じで余裕で耐えれます。はい、万が一回復欠損しても全然焦る必要なくて、もう普通に耐久できるんで。よいしょ、こんな感じで削っていきます。こいつが2発滅びを撃ってくるのってやばいけどね。1発しか撃ってこないんで、別に問題なし。よいしょ、こんな感じかな。はい、スキルだけ必ず撃ってあげて、回復さえしてれば OK です。はい。ノルザの軽減は晴れませんが、言うてカーノの軽減晴れるんでね、普通に耐久できます。で、からのノルザ打ってあげて突破していきましょう。やっぱね、アマツをね、冗談で積んでるように見えるかもしれないけどね、結構ね、HP タンクとしては本当に優秀なんだよね。耐久力ってめちゃめちゃ高いじゃないですか、ノルザパーティーって。だから、HP さえあれば、どんどん無限に耐久力の幅広がっていくんですよ。で、その上でやっぱね、アマツがいるとでかい、本当に。で、これイベルカーノの火力で倒していきます。8億ダメージ。すごくね。だからめっちゃ強い。デージの中にそう、ロック解除は坂田金時だけなので、水の L 字でロック解除していきます。まあ、そもそもロック解除する必要があるかって言われれば別にそんなこともないんだけどね。もはやロック残してでも全然どうにかなるんで、もう最悪消したくなかったら全然このままでもいいと思います。うん、ナイス、これで倒していきます。で、木が来たらめんどくさいよ。あ、7段耐久します。カット。よっしゃ、カットしました。ぶっ倒していこうと思います。はい、ここはね、水の無効貫通含んであげて、イベルカーノの効果力で殴りた、ぶっ倒していこうと思います。よいしょ。こんな感じですかね。はい、もうしっかりと指15秒あるんでね。15秒使い切ってあげて、8コンボ。さあ、抜けるか、イベルカーノなら、余裕と。はい、強いイベルカーノ。マジで強い19階層。あ、遅延か。これも食らっちゃうのは仕方ないんで、少し耐久しましょう。1ターンかな ?1 ターン耐久します。とは言っても、まあ、水ドロップあるので、ちょっと火力は狙いながら行こうか。あ、ちなみにね、万が一これ火力ドロップ5個なくてもね、こいつら攻撃力だいたい8万ぐらいかな素で受けても。なのでもう全然普通に耐えれます。はい。特に心配もいりません。あ、水、回復。あ、欠損。あ、欠損マジストレスなんだけど。カットー。オッケー、型を残っちゃいましたけど、普通にぶっ倒していきましょう。いきます。よいしょ。こんな感じかな。回復エルジだけしっかりと含みながら倒していきます。これで10コンボ。オッケー。これで倒していきます。さあ、続きまして、20階層。お !3 名か。これ、イベルカーナ溜まってないの、まあまあやばくないですかこれ。イベルカーナじゃない、アマツマガツ溜まってないの。坂田金時打ってあげて、アマツマガツチ打ちます。で、ノルザ打ちます。ちょっと俺の知能質だとこの発想が限界なんだけど。で、まずこれで10万回復。はい。で、回復消せないんで素で受けるんですけど、ちょっとみんなにとんでもないものを見せることになるかもしれない。いきます。これマジやばいわ。いや、これマジでさ、アマツの強さなんかどうせ出んやろと思ってたんよ。ちょ、みんな見てて、アマツの強さ。いきます。マジでアマツが最強。あ、ほら、普通にアマツのおかげでさ耐えれたんだけど、あの、すいません、あの攻撃力が10万200だったんで、すげえミリ残しすると思って超興奮してみたら、あの坂田金時の軽減ありました。なんでもないです。ただ、まあ、アマツのおかげで耐久できたと言ってもこれマジ嘘じゃない。アマツがガチで強い。闇が消せない、ふざけんな、関係ねえ。ぶっ倒していきます。回復キラーとか関係ないんでね。はい、これでぶっ倒していきましょう。で、ボスバトル。メノアですね。まあ、初手はこんなやつ削れるわけないんで、敵の遊んだけは OK です。あの、こんな怪物を貴族性でゴリゴリ削れる水属性パーティーってマジで狂ってるんですけど、エンハンスなしで抜きたいんで、できれば敵の属性が、火に変わるのを待ちたいですね、正直。
まあ、とりあえず削りながら様子見してみましょう。どうせね、根性まではね、削らないとダメなんで一回。まあ、もしくは追いつくまなきゃダメなんで。結構削るね。光か。まあまあ光だったら普通に遊びながらで OK。ケーキタイムはもはや優しい味方。これなんか向こう側に組んだら削りすぎちゃう感すごいんだよな。一回組んでみたいけど。なんでちょっとここは組まずに、リズム活で。まあ、万が一削りすぎないように追い打ち組んでますけど、正面削りすぎるとは思ってない。さすがに。そうだよね。OK。いい削り。これあれだな。向こう貫通組めば普通に倒せそうやな。エンハンス現象食らってない時に。ただここら辺、まあまだ削れないと思うんですけど、ちょっとこの次のターン一回狙ってみようか。向こう貫通。なので、水ドロップ温存していきます。で、水1コンボ含みながら水温存で。いやー、消えちゃったか。いや、水来い。ナイス。これで特に変換等なくいけるなら、木はダメだわ。木は1ターン耐久で。木なんで1ターン耐久してあげて、回復エルジーいいかな。35パートで貼っていきます。うん。水だったら抜けるね。結局火来なかったな。落ち込んだしは問題ないんで。オッケー、ぶっ倒していきましょう。いきます。あ、待って、回復はこっち。火はこっち。で、ここで無効貫通組んでいきます。よいしょ、ナイス盤面。いいっすね。回復エルジ含みながらの、6、7、8、9、10コンボ。オッケー。これで抜けなきゃ誰が倒せるんだ？ぶっ倒していきます。オッケー。で、続きまして、火以外で。ありがとうございます。ただ、これは、アマツが生きるかもしれない。もしかしたら。いや、まあまあ、余計なネタバレやめておこう。ここは、まず、ノルザからのイベルカーナ打ってあげて、とにかく火力でいきます。無効貫通当然組みます。もう、とにかく火力、力、物理でいきましょう。もうガンガン無効貫通の火力で削っていきます。回復エルジ組みたいので、そうだな。いや、これちょっと盤面あんま良くねえな。まあ、落ち込み乗りましょう。いきます。ちょっと回復エルジ組みながら削っていきたいんで。いや、でも盤面あんま良くねえ、本当に。あ、もうこれもしゃあない。回復エルジ組みながらの9コンボ。OK、いいね。でもコンボはできてるな。悪くない。さあ、落ち込みはゼロですけど、ナイス削り、いいね。ただ、相手副属性が木なんですよね。ちょっとそれが怖い。で、ここもね、回復のごげし入れながら、無効貫組んでいきます。行きましょう。水、行きます。多分これでいいはず。無効貫は。とにかく無効貫は絶対組みたいんで。OK、いいね。悪くない。これ落ち込んくんのか。じゃあ、待ち作っておいて。こんな感じかな。枝豆ドロップも入ってるんで、一応1コンボ増えつつ、9コンボ。落ち込ん？落ち込ん乗んないね、今日は。え、削りすぎ、削りすぎ、削りすぎ。え、削りすぎ、ぶっ壊れチードなんだけど、何それ。これ、甘ついったら、木と毒が回復になっちゃうんですけど、さすがに盤面多いか、これ。甘ついって回復が17か。で、なんかちょっと20。いや、あり。甘ついちゃいます。ノルザは先に水を作る。そう。だから、これで、いくつだ？水ドロップが1、2、3、4、5、6、7、8、9、12ね。いや、もう行くしかないっしょ。テンプレ配置で落ち込むだけ行きます。マジで落ち込ん来いよ、本当に。信じてっからな、俺。ガチで来いよ。ガチ頼むぞ。ナイス10コンボ来たー。で、これでしっかりとぶっ倒していくという感じでした。あいつよくね。まあ、こんな感じでイベルカンノルザパーティーでした。甘津積むことによって HP タンク増えて目の輪もコリコリ殴り合えるんで、よかったら使ってみてください。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。